今日はこれいってみます。なんかシャキッとしたいので、四川式麻婆豆腐でこれを麻婆丼にしていってみたいと思います。できました。四川麻婆丼ですね。ちょっと辛く、ちょっと追い唐辛子というか追いラー油でちょっと辛くしてみましたけど、これでシャキッとします。今日も晴れましたね。助かりますよ。札幌生の 70% オフってやつね。いやー、うまい。ビールがね、安くなりましたよね。なんか発泡酒とか第3のビールと値段がそんなに変わらなくなってきたというか、まあいいことですけどね。じゃあこの四川麻婆丼いってみます。埼玉のこの前の新米の余りをまた炊いたんでいきます。うまい。辛いっす。ちょうどいい辛さですね。麻婆豆腐っていろんなとこ出してるじゃないですか。味違いますよね。当然ですけど、やっぱ味違いますよ。このホワジャで、花山椒で。これね、かけすぎるとめちゃくちゃしびれるんで、こう、ちょっとね、パラパラと、こうやってかければ、全然十分です。いってみます。香りが全然違う。広がりますね。じゃあ最後にいきます。ああ、うまい、これ。最高っす。今日晴れましたね。肌寒いっちゃ肌寒いですよ、全然ね。でも中にいる分には全然 T シャツで、半袖で全然いけますけど。紅白がね、発表されましたよね。まあ、ジャニーズが誰も出ないと。まあ、当然ですけどね。もうこういうご時世ですからね。なんかでも僕はその中でちょっと気になる10フィートね。10フィートって昔からいるんですよ。スラムダンクでね、映画の方で主題歌って売れたって言ってるけど、90年代からいるんじゃないですかね。京都のバンドでしたっけ？メロコアですよね。で、要はパンク系ですよ。みんな全国回っててやってるバンドで、そこら辺もうみんな年寄りになってきて、希望が与えられるなぁなんて思いましたけどね。ああいういい年齢になっても紅白出るようになるんだっていうのはちょっと嬉しいですけどね。だいたい皆さん諦めますからね。あとは、そうですね。モネちゃんがね、漏れましたよね。わかんないです。まだ今後出るのかもしれないですけど。今回、橋本環奈ちゃんと、上辺みなみちゃんが司会っていうことで、そこにモネちゃんとかね、一緒に出れたら、ね、仲いい人たちでっていうの面白いんじゃないかなと思ったんだけど、そこまでうまくはいかなかったっすよね。神木隆之介くんとかがゲストで出たりするんですかね。そんな中で僕が気になっている。ストーンズ。要はストーンズはやめるんじゃないかって話です。2B に行くんじゃないかって言われてて、なぜならば海外進出を目指してるって話をしてるんですよね。で、ジャニーズにいたら当然無理ってことですよね。わかんないです。今後どうなるかわかんないですけど、無理でしょうね。そっか、ストーンズは北米を目指している。スノーマンはアジア進出を目指していると言われていると。ただスノーマン、ストーンズはジャニーズにいる限りは無理だよなっていうところですかね。その中で、松村北斗くんは単独で行っちゃうんじゃないかって話もあるんですね。そっか、ストーンズはジグヒラと仲がいいってこと。ただ、松村北斗は2024年2月に主演映画がある。モネちゃんと一緒のね。契約的にもそれが終わるまでジャニーズ事務所から退所することはないでしょうってなってるんで、この映画が終わった後に動きがあるんじゃないかっていうことをね、松村北斗くんはね。それまではちょっと伏せてるってことですかね。文春でもね、松村北斗、キムタクのジャニーズ退所が報じられるということですね。それは前もやりましたけど。ただ、ストーンズは、仲いいというかね、6人だよな、というのが口癖。松村北斗くんもストーンズは解散することはないって言ってる。昔ね、言ってたってことね。前も、文春でありましたが、松村北斗くん、ストーンズのメンバーですか。エージェント契約に難色を示してるっていうのは書いてあったんですよね。ジャニーズのね、ちょっとそこはまだわかんないと。契約はできないっていう話をしてたと。僕らの時代か、綺麗な歌のあれで、僕らの時代でベスト見たんですけど、その時もストーンズについて話してるのはちょっと僕は、なんかね、ストーンズに関しては、ライバルだっていう話をしてたんですよね。子供の頃からね。だから、やっぱり嫉妬もあるよ。もちろんストーンズ愛ってのもあるんでしょうけど、個々での活動ってのを重要視した中での集合体みたいな感じの言い方をしてたので、個別に動くってことはあり得るかなと思うけど、でもまあ、そもそもがやっぱりタッキーに関して、ストーンズは信頼感はずっと持ってるわけですよね。そして今回、ジャニーズに新しい人が来るわけじゃないですか。社長さんね。まあ、その人に対してジャニーズ、もともとジャニーズにいた人たちは、全く何のね、思い入れもないでしょうからね。じゃあ、ジャニーズにいるメリットがあるのかっていう話ですよ。まあ、メリットがあるといえば、権利をジャニーズが持ってるってことなので、ストーンズっていう名前が使えなくなる、出ちゃうとね。使えなくなっちゃうとか、あとは、ストーンズの今までの楽曲歌えなくなるとか、まあそういうのもあるんでしょうけど、だからそことどう計りを持っていくかっていうことなんでしょうけど、まあ何か動きがあるんであれば、モネちゃんとの映画が終わってからなのかなっていうふうに思っておりますけどね。